帯のモンゴル力士、静かなる闘志燃やし土俵で大暴れ、次なる大関候補力士と歌われて、史上初六大関に名乗り上げる、最速大関昇進、惚れ惚れするような力と体にとろけるような甘いマスク、老若男女スノーファンのハートをわしづかみでずっと最悪昇進。
足では130キロの小兵、昭和の名力士を彷彿させるようなあの風貌と技の切れ、その昔アマというスコナを名乗って大関まで上り詰めました。さあ誰でしょうか。当たり春の富士、春の富士のだひしめきあった幕内土俵に股をかける。130キロ足らずの小さな巨人が土俵を狭しと暴れ、鍛え抜かれた力と技が思わす取り口、その名は大関春馬富士、モンゴルの暴れ馬春馬富士、モンゴルの暴れ馬春馬富士。歌を5曲6曲ほどメドレーをさせていただきましたですけども、全く世の中には普及していない私のまあ何と言いますか趣味の延長でこのように歌わさせていただいているわけでございますけども、まあ中にはですね、この関取ご本人の前で歌ったこともありますが、まあいろんなリアクションがありまして、手を取って喜んでくださる関取もいれば全く無視してトイレに行く関取もおるわけでございます。しかしそういうねいろんなリアクションありますけども、私相撲が大好きでございます。私生まれが石川県の能登ということですね、あの大横綱横綱輪島関と同じ出身地ということですね。まあ輪島関の前でも歌を歌わさせていただいたことはありますけれども、僕に歌を作ってくれたのは五木君以来だとね、歌謡界の大大御所五木ひろしとこの私北隆同じくしてですね横綱輪島関